ということでですね、今日はダメ人間が教える酔っ払い料理講座です。ということでですね、今日はですね、お酒のおつまみにこれ以上のものはないと、人間をどこまでも堕落させる至高のポテトサラダ。僕ね、ポテトサラダって大好きなんですよ。居酒屋行ったらポテトサラダだけでいい、ポテトサラダしか勝たん、それぐらいポテトサラダ好きなんですけども、その中でも僕が本当にお酒にこれめちゃめちゃ合うなと思ったですね、ポテトサラダ、これ普通のポテトサラダとちょっと味が違います。ガーリックベーコンペッパー味のね、これがですね、本当にね、お酒に合う、世界で一番お酒に合うポテトサラダ、これから本当に紹介してますので、チェックアウト。リュウジのバズレシピ、材料紹介いってきます。ボッコボコのじゃがいもね、2つで、320g ぐらいですね。皮むいたら280g ぐらいになると思います、はい、玉ねぎ1/4、 50g ぐらいですね。で、ベーコン結構使います。今回ベーコン味なので 60g、はい、ブロックのベーコンなければ、薄切りのベーコンでも大丈夫です、はい、あとニンニク2かけ、これだけ。じゃあ作っていきたいと思います。まずね、野菜を切っていきます。まずニンニク、ごめんなさい、これ潰しちゃいました、ロッコの前にね、潰しちゃいましたので、ザクザクと、もうほんとスライスです。今回ね、ポテトとかお野菜は電子レンジで調理します。なぜかというと、その方が簡単だからです。じゃがいも茹でるとめちゃめちゃ時間かかるんですよ。ポテトサラダの作り方によって皮ごと茹でるとかいろいろあるんですけども、しなくていい、味変わんねえからあんまり変わんない。その電子レンジで作ったポテトサラダと鍋で茹でたポテトサラダ、僕両方作ってるんですけども、わかんない正直なので、また炎上しそうなんですけども、電子レンジの方が簡単なので電子レンジ使います。今回炎上しそうだから飲みます。玉ねぎですね。玉ねぎはね、こんな感じで、まあ、ちょっと厚さを残しながら、カッティングしていきます。ちょっと長さがあるから半分にぶった切るぐらいで、芯はちょっと取り除いていきましょう。これもこんな感じでね、耐熱容器に入れていきます。で、おじゃがですね。じゃがはこんな感じで皮をむきます。目とかはね、取ってくださいね、はい、こういうとこね。こんな感じになりました。で、こいつをですね、半分に割ってですね、できるだけね、細かい方がいい、後で潰しちゃうから、そこそこ、ね、4等分して、まあ、こんな感じで、で、こいつはこう入れちゃう、こんな感じですね。で、まあ、ちょっとガサッと混ぜて、ここにですね、水大さじ3杯、大さじ1、大さじ2、大さじ3杯、この状態でラップします。至高って言って電子レンジ使うの初めてかもしれない。でもね、皆さんね、電子レンジって別に手抜きじゃないですからね。これは科学的知識があれば電子レンジでも美味しいものができるっていう風に分かるはずです。実際蒸してるのと同じですか、これ。はい、これでね、600W、 6分、その間にやっとくことありますよ。ベーコンを切っていきます。ベーコンはね、こんな感じで、短冊切りにして、短冊切りじゃねえな、拍子切りか、ちょっと酔っ払ってきてましたね、ここね、はい、で、こうやって、ダイスカットにしますね、はい、こんな感じで。で、こいつを今回至高なのでちょっとね、焼きます。焼き目つけた方が美味しい、ちょっとね、カリッとさせて香ばしさをつけた方が美味しいので、今回はね、電子レンジ調理なんだけど火を使います。でですね、少し油も小さじ1くらいですかね、オリーブオイル、よーしよしよしね、これね、可愛がるように炒めるからね、よーしよしよし、愛情を持って、食材にもね、愛情を持ってくださいね、皆さんね。いやー、ベーコンを炒めるときはね、弱火にしないとパンパンはねるので、ベーコンね、水分持ってるので垂れるんですよ。油を出して香ばしさを出していきます。おー、やだ、美味しそう、やだ、最近トックンのパクリばっかりしてるからトックン、すいませんね、今度コラボしましょうね。どうですか、これ、いい感じになってきたでしょ。こんぐらい油が出たらもう結構もう美味しくなったサインです。もうこれぐらいだったらね、あ、ほら、ジャストタイミング、ジャストコミュニケーションですね。はい、ということでですね、茹で上がりました。6分、パカッと開けたら、まあ、こんな感じですね。熱々です、熱々です、今ね。で、ここにベーコンを油ごと入れちゃいます。まあ、ベーコンから出た油もね、
豚さんのねあれがあれでうまいんですよこれ。でこの状態でマヨネーズを混ぜてしまうと分離してしまうんですよ。なぜならめちゃめちゃ熱いから。なのでですねこの状態で混ぜていくんですね。混ぜるのはねスプーンとかがおすすめです。じゃがいもはねほら見てほらほっこほこ崩し方は人それぞれだぜ。実はねじゃがいもがゴロゴロ残ってる方が美味しいっていう方もいますし、じゃがいもがもう全然塊がないぐらいのポテサラダが好きっていう方もいるんで、これね人それぞれなんですけども、僕はね中間を行きたい。崩していくとほらこれ蒸気がすっごい出てるでしょ。これね熱が逃げてるんですね。熱が逃げてるので、この状態です、ね、熱をね存分に逃がしていきます。だから粗熱を取るんですね混ぜながら。だからねそこからすくい上げて、混ぜるようにした方がいい。そうすると早く冷めますんでね。なんか5分待ってひっくり返して5分みたいな感じの方がより冷めやすいと思いますよ。で、これが人肌に冷めるまで何分ぐらいだろう、まあでも20分、15分から20分ぐらいでいいと思います。はい、ちょっと放置しておきます。はい、ということでですねもうね、触れても熱くないぐらい冷めてます。これぐらいになったらもう調味しちゃって大丈夫です。まずですねマヨがね大さじね3半、これねマヨネーズ大さじで測るとねちょっとねあんまりよくわかんないですね。これが大さじ1、大さじ2ですね、大さじ3、今度はこれぐらいですかね、はい、結構ね入れます。はい、これぐらいね入れないとねポテトサラダのいい感じがなんないんでね。黒胡椒、これねペッパーの香りめっちゃつけたいのでかなり入れます。1弱ですね、小さじ1弱、結構な量になります。で粗挽き使ってください。パウダーだとパンチが弱いです。でお塩小さじね1/3、結構ね入れます。はい、お砂糖で少しね甘みがあった方が美味しいです。小さじ1ですね。はい、味の素ですね。これ絶対入れてください、絶対入れてください。これはこれで完璧な味になります。うまみがつくんで1、2、3、4、5、6振りです。これが僕の追い求めた、ポテトサラダなんで、調味料いっぱい入ってるんでよくね馴染ませるようにね混ぜてくださいね。もうちょいお塩、すいません酔っ払いなんでもうちょいお塩入れます。まあ、ここら辺はね皆さんね、お好みで挑戦してください。僕は酒飲めなんでちょっと強くするんですけども、一番いい味っていうのは、ね、人それぞれなんでね。これだ、盛ります。食べたい分だけよそっていただいて、おーうまそうだ。これぐらいでいいんじゃないかな。こっからブラックペッパー、もうガッツリ。僕もちょっと黒胡椒ジャンキーなので、でこれですね至高のポテトサラダ完成でございます。はい、ということでですねできました。いやもうワクワクが止まんないです本当に。でこれに合わせるのはですね皆さん一番のやつ超芳醇、糖質に糖質を重ねる。じゃあ、すいませんね。いただきます。ポテトサラダやっぱビールかなこれね。ペッパーが効いてますね。じゃあいただきます。もうずっと飲めますこれ。このゴロッと入ってベーコンがマジうまいですこれね。うんうん、これ至高のポテトサラダなんですけど、まあ、僕が一番うまいと思ってるポテトサラダなんですけども、本当にね酒特化型ポテトサラダですこれで。ブラックペッパーがこれだけ入れるとねかなり効くんですよね。もうこれがうまい、無限ビールじゃ。まあ、ちょい足しいきましょう。ちょい足しタバスコちょっと垂らして、うんたまらない。いや本当にうまいんだけどこれ。正直ねこれはなんか元のレシピとかがあるわけではなく、本当に僕の好きなように作ったんですけど、マジでうまい。オーソドックスなのも美味しいんです。人参とか薄切りのきゅうりが入ったのも美味しいんです。もちろんすごく美味しいんですけども、ことさらね酒のつまみ手だったらねこれ絶対これ。僕はでねビールがハイボールを指定する、そこまでそれぐらい合う。多分ねこの動画多分伸びないと思うんです。あんまり至高のポテトサラダって言っても見た目地味なポテトサラダだから。ただこれはねもう本当にうまいですから。うーん
これ以上やるとちょっと放送できなくなるので、これぐらいやめとくんですけど、本当の話です。まず僕の料理を作ってお酒飲んでる人たちは絶対やってほしいです。マジでおすすめです。はい、ということですね、皆さん今日の料理どうでしたでしょうか。美味しそうだなと思った方、もしくは一緒に飲みたいなと思った方ね、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。